はい、だよ。ママキン TV。人生はまあママキン TV でーす。今、300人登録者数ができました。300人ありがとうございます。本当にもう。涙出る。目標はですね、高く、まあ、皆さんが楽しめればですね、それで本望かなと思っております。まあ人のためにですねなってればいいと思うんですけども、これから先、まあ、どういうのをしていこうかと思って、まあ、フリップにちょっと今日ですね用意してきました。YouTube らしくないですか。いや、もうテレビ的な感じですよ、ね、でしょう、はい、フリップもめっちゃこう、はい、高級ですからね、はい、しっかりとした英語の紙で。B5 ですか、ね、B5 まあ基本的にはですね、お花とですね自然を生かしていけたらいいなと、はい、癒し系ですね、癒し系。あっ、うわー、自然を撮っていきたいと思ってます。あとですね、なんか気球に乗らないかとかいう話も来てですね、まあ高所恐怖症なんですけども、うんうん、いや気球ちょっと楽しみですね。気球楽しいですよね。あれば、もうこの間 YouTube で気球に乗らないみたいな感じで言っていただいて、気球に言われてもねドキドキするわみたいな。はい。続きまして、はい、じゃん。この鹿児島県はですね、農家がいっぱいあるんですね、うん、野菜、果物、旬な農作物を食べて地域活性、私の目標地域活性化になるのではないかと思っているところでございます。じゃん、畜産。あ、鹿児島県はですね、うん、もう黒毛和牛、黒豚、うん、小豚、うん、白豚、うん、ちょっと放送禁止用語的な感じで言うまあまあ、とにかくですね畜産が多くてですねそういうのを取っていきたいと、出産とか解体とかですね、そういうのをして、解体は違う、解体はちょっとまあそういうのをしていって、盛り上げていきたいなということも考えております。じゃん、畜産とか農業の食物を使った飲食業ですね、そういうところを回って、紹介していければ、まあ、食レポですね、食レポ、いいのかなと思います。本当に美味しいところがいっぱいありまして、今コロナですね、まあもうすぐワクチンで治るんでしょうけども、そしたらみんなで、ね、食べに行って、食べて喜んでもらって、見ている方も喜んで食べに行って、でまた食べに帰ってきて、食べて食べて食べまくれダルッド。続きまして、はい、巻いていきますよ。釣り、フィッシング、はい、あ、これもですね、海がたくさんあるので釣りをしていきたいと思います。簡単だ。ここ何ですか、その尺の使い方。釣りで、はい、結構危険ですもんね。あ、危ないですよ、ね、ちゃんとしっかりですね。続きまして、じゃん、ゴルフチャンネル。今 YouTube もゴルフチャンネルばっかりしてますね。まあ自分もですね、ちょっと趣味がちょっとゴルフ してましたので、地元にもやっぱりプロゴルファーもいっぱいいますので、本当ゴルフもね面白そうだな。はい、続きまして、あと、あ、これこれこれ面白いです、じゃん、これですね、フリスピーって言うの。なんですか、フリスピーって。ケンタッキーとかあるやつですか、うん、あー、クリスピーもう、考えいいね。考え、僕の知り合いがフリスピー協会のなんか後輩がいまして、広めてくださいよ、つってこう、シュン、シュンって投げるやつが流行ってそうで流行ってないというですね。え、フリスビーじゃなくて、フリスピーで、フリスビーかもですね。こうピュンって投げたらクルクルンクルンクルンって返ってきて犬がキャッチするとか、あ、なんかこうフリスピーゴルフみたいな、うんうんうん、まあこれもちょっと行ってみようかなと思っているところでます。続きまして、じゃん、シルクボーイ。はい、これパクリですね、うん、僕の後輩がちょっと漫才してるんですよ。まあ、1回しか見たことないんですけど、はい、ちょっと面白かったから、そっちがよかと思ったんですけどね。まあまあまあ、これどうでもいいや。どうでもいい。あとですね、受ける方ですね、面白い方とかですね、ざっくりぜひここに来てですね、会話をしてもらったりとか、まあそういうのをしながら、
言い方もいますか。まあ、はい。きついやな。まあまあまあ、こんな感じで頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。あーいた、アマキン TV。